さて、皆さんの作業する場所が乱雑に散らかっていたらどうでしょうか。電線に足が引っかかって転んだり、飛び出した部材に顔をぶつけたり、粉塵の中で呼吸をしていると健康障害も引き起こします。そこで、安全できれいな働きやすい職場づくりに取り組む必要があります。日本では5Sと言われる、きれいな働きやすい職場づくりを目指した活動があります。 5S の由来は、5つの日本語をローマ字で表記した時の頭文字です。安全に作業を行えるよう、この5Sを守り続けてください。緊急事態では人命救助を最優先に迅速に行動しましょう。人が倒れたぞ。おいおい、こっちこっち、おい、来てくれよ。おい、兄さん、兄さん、やばい、半端がないわ。バットを青いシートから剥がして、このように右胸と左脇腹に貼ってください。電極パッドのイラストを見て貼り付ける位置を確認します。非常事態では停電で船内の照明が消えることもあります。誘導灯に従って避難してください。地震や火災などの災害においては、班長や職長の指示に従い速やかに避難してください。普段から避難場所や避難経路を確認しておくことが大切です。同じ職場で働く人たちは皆仲間です。助け合う心を忘れず、お互いに大切な命を守ってください。母国、そして家族から遠く離れて暮らす皆さんにとって、何よりも大切なことは自分自身の健康維持です。日本には季節によって気候や気温の変化も様々です。体調を崩さないように、自分自身の健康管理を積極的に行いましょう。日本では皆さんに健康診断を受けてもらいます。健康診断は皆さん自身の健康状態を把握する良い機会です。必ず受診するようにしましょう。また日本では熱中症が多発しています。次の症状が認められるときは熱中症の危険信号です。作業中に体調の異変を感じたら、無理をせず休憩をとってください。その時は必ず仲間や上司に伝えましょう。さて、皆さんは造船所や工場で大勢の人たちと力を合わせて働いています。もしもあなたが悩んだり不安に思ったりすることがあれば、信頼できる仲間や班長、職長など周りの人に相談してください。一人で悩んでいても答えは出ません。まずは相談しましょう。健康診断と同様に、1年に1度のストレスチェックを受けてもらいます。
ストレスチェックは職場の健康度や健全性を確認するために行います。必ず受験してください。また皆さんが働く工場には産業医がいて、必要に応じてカウンセリングをしてくれます。体の健康、心の健康、どちらにしても不安に思ったら相談してみてはいかがでしょうか。さあ、みんなが帰ってきました。一日の仕事が終わり、ここからは自由な時間です。それでは寮に帰った後の皆さんの生活を覗いてみましょう。寮のトレーニングルームで体力作りをする人がいますね。ここでは庭に野菜を植えて育てています。育った野菜はもちろん食卓に乗ります。自国の郷土料理が食卓に並びます。今日あった出来事、夢の語らいなど、一日の終わりを締めくくる大切な時間ですね。そして一日の終わりは、ふるさとにいる家族との団らん。ちょっと寂しいけれど、ふるさとで待つ家族のために頑張っていることを報告して一日が終わります。明日も怪我をしないで無事に帰ってくることを目標に頑張りましょう。いかがでしたか。皆さんが働く造船所や工場にはたくさんの危険が潜んでいます。そんな中で災害に遭わない、また災害を起こさないためには、まず皆さん一人一人のルールを守る強い心が大切です。作業にかかる前に KY 危険予知をしましょう。頭で考えてから行動に移してください。一日一日の仕事を怪我をせずに終えることを目標にしましょう。あなた自身が元気な姿で母国に帰ることが、家族にとって何よりのお土産なのですから。ご安全に。